ヨハンゲオルク一世は、ザクセン選定公、クリスティアン一世とブランデンブルク選定公ヨハンゲオルクの娘、ゾフィーの間の次男で、クリスティアン二世の弟、1611年、兄に子がなかったので選定公くらいを継承した。1618年に、ボヘミアで、プロテスタントの反乱が起こり、三十年戦争が、始まった、最中の1619年の新生ローマ皇帝の、 選挙では、フェルディナント2世に投票、皇帝に選出した。宗派はプロテスタントだったが、ボヘミア王に選出されたプファルツ選帝校、フリードリヒ5世はカルバン派であり、ヨハンゲオルク1世はルター派で帝国の秩序保持を優先する立場から協力せず、フェルディナント2世から、ボヘミア北部のラウジッツジュフと引き換えに、ボヘミアへ出兵、ボヘミア平定に貢献した。しかし、 戦後の1623年に、フェルディナント2世が、フリードリヒ5世から選定抗くらいを取り上げ、バイエルン・コーマクシミリアン1世に与えたことと、ボヘミア領内のプロテスタント弾圧を進めたことから、協力関係を断ち切り、ブランデンブルク選定抗、ゲオルク・ビルヘルムと共に、プロテスタント勢力を集めて中立化した。以後は、フェルディナント2世の政策に反対する姿勢を取り、 1628年にフェルディナント2世が傭兵隊長バレンシュタインをメクレンブルク公に除任したことと1629年にプロテスタントを否定する復旧令を交付したことに抗議1630年のレーゲンスブルクで開かれた議会でバレンシュタインを罷免させた同年にスウェーデンをグスタフ2世アドルフが北ドイツに上陸すると当初は スウェーデンとは別にプロテスタント諸侯を中心とする第三勢力の構築を考え傍観していたが翌1631年に皇帝軍司令官のティリー伯がマクデブルクの戦いで起こした惨劇に憤慨してスウェーデンと同盟を結びザクセンに侵略したティリー伯をスウェーデン軍と共に迎え撃ちブライテンフェルトの戦いでスウェーデン軍が皇帝軍を撃破したが ザクセン軍は撃破されヨハンゲオルク一世は戦場から逃亡した。戦後、グスタフ二世やドルフが南下すると、秩序回復とスウェーデンの勢力拡大阻止から、フェルディナント二世との和睦を主張したが退けられ、部下の傭兵隊長、ハンスゲオルクフォン・アルニム・ボイツェンブルクを派遣して、ボヘミアを占領したが、1632年に皇帝軍司令官に復帰したバレンシュタインに説得され、 ボヘミアから撤退した。撤退したとはいえ、スウェーデンとのつながりは保っていたままだったため、皇帝軍にザクセンを荒らされると、グスタフ2世やドルフに救援を要請したが、リュッツェンの戦いで、グスタフ2世やドルフが戦死、1633年に、スウェーデン主導のハイルブロン同盟が結ばれると、プロテスタントに対する主導権を奪われたことに起こり、スウェーデンから離れ、 1634年のネルトリンゲンの戦いでハイルブロン同盟が敗北、崩壊すると皇帝に接近。1635年のプラハ条約でラウジッツの領友と次男アウグストのマクデブルク大司教就任を条件にフェルディナント2世と和解。1636年にフェルディナント2世の息子フェルディナント3世をローマ王に選出した。それからは 皇帝側として戦ったが、スウェーデンからは裏切り者とされ、学生を略奪され、1636年のビットストックの戦いで、ヨハン・バネール率いるスウェーデン軍に敗北、1639年に、スウェーデンの将軍レンダート・トルステンソンにケムニッツの戦いで敗れ、1642年にもスウェーデン軍に敗れ劣勢となり、1645年にスウェーデンと急戦。 1648年のベスト・ファーレン条約に参加した。1656年に死去、長男のヨハン・ゲオルク2世が後を継いだ。1604年に、ビュルテンベルク公フリードリヒ一世の娘、ジビレ・エリーザベトと結婚したが、1606年に男子を死産して間もなく死去した。翌1607年に、プロイセン公、アルブレヒト・フリードリヒの娘マグダレーナ・ジビュレと結婚し、 ヨハンゲオルクニセイラ9死を設けた。以降7死は成人になった。ありがとうございます。